秋のシリーズの最大の目玉、何と申しましてもフジテレビ杯争奪のタッグ選手権でございまして、先日の笠間ではですね、すでにデビル雅美と山崎樹月選手が1回戦を勝って2回戦に勝ち進んでおります。ちょっとその組み合わせをご覧いただきたいと思いますが、ちょっと見せてもらえますか。ご覧の通りになってますがね、宮本さん、はい、今日はこの中からですね、ジャンボ堀、大森ゆかり、そして松本薫、小倉由美戦が行われるわけですね。はい、そうですね、はい、どういうふうにご覧になりますか、宮本さんは。やはり現 3WA 王者タッグチームでですね、はい、堀大森組がやはり優勝候補の一番筆頭と言えますでしょうね、うん、はいはいはい、それに対して今のクラッシュギャルズですね、アスカ長代組っていうのは、うん、タッグチームとしては非常に今乗ってる、はい、今本当に人気急上昇ですね、はい、このチームがやはり2番手と言いますかね。なるほど。それで横田、デビル、ミミ、はい、でこの、いわゆる3強と言いますかね、はいはい、このチームはなんて言いますか、ハンデを設けられたと言いますかね、うんうん、やはり横田は新人の長友ですしね、デビル、山崎、はい、それからミミが縦野と組むわけですけども、そうです、ね、やはりちょっとハンデがあると思うんですよね。あ、そうですか。一番面白いのはタランチュラとマスク・ド・ユーの覆面コンビですね、はいはい、そうですね。これが非常に未知の力を秘めていると思いますね、はい、そうですね。ということでこれからですね、この戸田市スポーツセンターをはじめですね、さらに大阪、岡山、大田区体育館、最後は12月の9日にですね、千葉公園体育館で決勝戦が行われる、こういうことになっております。全日本女子プロレス秋の人気シリーズになっております。フジテレビ杯タッグトーナメント、これから1回戦2試合目でありまして、ジャンボ国大森ゆかりという GWA のタッグチャンピオンチームに対しまして、松本薫、小倉由美が挑戦いたします。しかしこれは勝ち抜き戦であります。相手が GWA のタッグチャンピオンチームであろうと、とにかく私たちは2回戦進出をかけて今日は力いっぱい戦いますと言っておりました。松本薫、そして小倉由美登場してまいりました。戸田市スポーツセンターであります。早くもリング上には花束を抱えました。応援会の人、あるいはファンの人が待ち構えております。今花道を通りまして、ダブレーのタッグチャンピオンチーム登場してまいりました。例によって白い衣装であります。華やかな可愛い衣装でジャンボ堀大森ゆかり、試合に差し上げてきました。フジテレビ様より両チームの並びレフリーに花束が贈られます。フジテレビより今両チーム、そしてレフリーに対しまして花束が贈られております。さあこの試合、果たしてどういうことになりますか。まず8組が結成されたわけなんですけども、勝ち抜き戦、やはり優勝候補ナンバーワンは当然 3AA のタッグチャンピオンチーム、ジャンボ堀大森ゆかりであります。これから藤井リングアナウンサーが選手を紹介いたします。この2人ががっちりとコンビを組んで今 3AA タッグの頂点に立っております。さあ小倉由美選手、今日は忘れることのできない大きなデビューであります。堂々とセミファイナル戦に松本薫と組んで、しかも 3AA のタッグチャンピオンチームに挑戦するわけであります。松本薫、果たしてこの松本薫、大倉由美、2人がどういった試合を見せてくれますか。いや宮本さん、はい、楽しみですよね。そうですね、はい。大方の予想は当然 3AA のタッグチャンピオンチームということになりますけども、勝ち抜き戦ですからね。しかも松本薫としてはその怪力を持ってます。最近好調ですしね、なんとか一つ
大穴をと今日中止が狙ってるかも分かりませんよ。そうですよね、油断できませんからね、はい、こういう勝負は、はいはい、さすがに大穴はですねさっとあの握手に応えましたが松本カードはねもう握手には全く応じようといたしません。さーっと早くもショルダーアタックいきました、オグラユミ選手いきなり先制攻撃を仕掛けられてしまいました。これはどちらかというと仕掛けてもらいたかったんですけどね、ちょっとね格が違いますからね、はい、小倉由美選手は今年デビューしたばかりの新人であります。さあなんとか持ち上げようとしてるんですけども簡単には持ち上げられません。ご覧ください逆襲を食ってしまいました。そして大森ゆかりから今ジャンボコリにタッチであります。この2人もね共にまあ80キロと言われております。80キロコンビ2人合わせて160キロであります。さあ小倉由美はしかし新人としては体格の方はね相当いいようですもんね。はい、そうですね、60はどうでしょう、5キロぐらいなんてね言ってましたけど果たして今はどうなっているでしょうか。それでパワーもありますね、ありますよね、はい、そしてコンビを組んでいる、まあ、松本薫選手が90キロちょうどだそうですからね、はい、今はまあですから、新人ではありますけども体重ではそうは引けを取りません。松本そして小倉ペアであります。80キロの割にはちゃんと均衡が取れててねいいでしょプロポーションが。80キロって言うともうすごくどうしようもないですけどね、はい、やっぱり毎日の訓練と鍛えてある体が違うんですね、はい、いいところを見てくれました。まあ、ジャンボホリやね、大森ゆかりもきっと喜んでくれるでしょう。あっと強烈なキックの返しを食いました小倉由美選手であります。カウントが入ります。どの世界でもね新人というのは辛いんですけどもこうしてねリングの上に上がっちゃえば新人もベテランもありませんね。とにかく誰の手も借りてるか田中のプレーから今度の敵の前で今大森に捕まった。あーっとタッチが出ましたね。さあ小倉選手も負けずに頑張ってもらいたいものであります。あーっと場外乱闘です。場外乱闘は新人にとっては辛いところであります。あー何か一周されてますですね。はい、場外乱闘で軽くね一つ来されました小倉由美選手であります。こうして見てますと場外戦というのも宮本さん簡単にはできないもんですね。何か緑さんは自分で試合をやってるような気持ちになってるじゃないですか。顔がめちゃくちゃ、ねね、顔の目のところを手入れちゃった。本当ですよ。大丈夫なのかしら。はい、さあ今の上になってる選手がね緑さんね90キロあるんです。90キロ、はい、手はあまりありませんですけどもね90キロの巨漢であります。ですから全日本女子プロレスの中で今一番重いんですよね。はい、髪の毛をね引っ張られて苦しそうな表情がジャンボホリですからね90キロがねヒップドロップでしてねこれは内臓に応えます。さあ今松本薫大森ゆかり選手をねリング内に誘い出そうとしております。さあちょっと後ろに下がっていろと貫禄十分の大森ゆかり、お何か相撲の体勢になりましたですね。すごいですね。さあどうなるか。はい、力比べ。そうですね、一つの体勢になりました。さあここはガッチリと力比べをね披露してもらいたいもんであります。大森かあるいは松本か渾身の力を込めている。どうでしょうか。どうか。松本も負けておりません。さあ大森も懸命にこらえた。これは気合が入って見応えがあります。力比べ、あーっと松本素晴らしいですね。いやー松本が力比べに勝ちました。見事なもんであります。すごいわ、ね、気合が入っている力比べであります。そして今小倉由美にタッチいたしました。あーっとタッチがどうもよくありませんですね。さあ今度はこれがとそのまま行きました。すごい、リングが動いてましたね。あーっとこのまま決めるか決めるか。首が痛い。痛い、本当に首が痛い。その通りなんですよ。おー、ナイス。はい、ね、さあ次々にね荒技でね攻められておりますが、あら足が痛いですよ。あれは痛いですよ当然です。まあこの辺りね新人ですから仕様がありません。しかしこういった洗礼を受けながら次第次第に成長してねたくましくなってまいります格闘技。さあ小倉由美、そういった意味では今日はね頑張ってもらいたいところ。16歳の小倉由美であります。頑張れ。まあとにかくね3Wのタッグチャンピオンチーム相手に小倉由美選手戦っているわけでありまして、これはもう無理もありませんね。力の差は歴然としております。そうなんです、一生懸命やらなくちゃね。はいはい、頑張って。そうそう、
これがいい体験になるわけですよ ね, すねやはりあのなんというかドラマの世界なんかでも一緒でしょうが、そうです、ね、そうです、バカ踏まなくちゃね、一生懸命最初はやはり新人の頃はちっちゃくなってね、はいはい、この辺りはあの3人聞くと気が合ってるみたいな、相当新人の頃いじめられたんですねでもねベテランの方とねやっぱりあれするとねビビりますもんね、そうでしょ、覚えてるセリフも出てこなくなってますよ、ね、みんな経験があるでしょうね、はい、自分に立てば同じですよね、そうそう、あら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 、今度肩やられちゃってますよ、そうなんですよね、コーナーに持ってまいりましてね、今度は松本薫選手がね一矢報いております、さあ大森ゆかりどうか、またラリアート、投げがこれあの体は大きいんですけども松本選手はですねラリアートがあの南さん得意な、あそうなんです、ねえ、なかなか今のなかなか豪快だったでしょ、カウンターにピシャッと、もう一回いきますよ、ああ時々こういうね空振りがありますからね、愛嬌のある選手であります松本、ラリアート空振り、さあ体勢が一変いたしました、今度は大森ゆかりであります、ああバックブリーカーに持っていきました、カウント入るか、カウント1であります、レフリーがジミー加山、もう髪を乱しまして汗びっしょりであります、超満員の戸田市スポーツセンターからお送りしております全日本女子プロレス体当たり、今すごい音がして体当たりではねやはり90キロ負けちゃいませんよ、そして今小倉由美選手ロックキック、さあなんとかですね頑張ってもらいたいところ、あーダメダメこれはダメ、相打ちこれは痛かった、ああ味方にやっちゃった、ドロップキックでやります、さあ大森ゆかりドロップキックにやってやります、90キロが吹っ飛んでいる小倉由美選手はもうね、ちょっと無理なようであります、2人攻撃になった、2人バックを取った、さあ落としました、いやこれは決まりそうです、小倉由美選手が今度は捕まった、さあどうなりますか、あ松本薫選手の上に行くか、一発気合があーっとそのまま行きました、これは2人まとめてであります、カウント3だ、2人まとめて両輪に出しました、ジャンボホール、これやっぱり頭も使いますね、あなるほどね、頭もやっぱり良くなくちゃダメですね、頭が良くなくちゃ、でもやっぱり、あの瞬時にねいろいろ考えなくちゃいけないですよ、今見てて思ったんだけど、ね、あそうですか、さあこれから2本目になりました、2本目、はい、やれ、1本を取られました、これは60分3本勝負であります、ですからあの、2本先に取った方が勝ちでしてね、はい、はい、今あの1本をですねまずジャンボ堀大森ゆかりが勝ちいたしました、したがって2本目もうあの1本を取られているですね松本と大倉が今度の話と勝負が決まってしまいます、したがってもう松本としてはですね必死ですよ、今度はもう大倉由美にねあまり時間が少なくたって自分でね試合を進めていかなくちゃいけないでしょう、そうですね、ね、ところがですねまたあの小倉由美選手ですね、小倉由美さんね、最初のところほら、はい、あのじりじり2人で歩み寄ってた時途中から出てきてパンってやって、はい、そうそう試合がパーッと回転したでしょ、ああいうのも大事ですよ ね, ね、はい、さあロープに振りました、どうでしょうか、あーっと今一応エルボーに行きましてね、はい、入ったようですよ、今あの目のところに入ったようでしてね、これはあのチャンスであります、はい、顔面に入りました、さあ今度は小倉が捕まりました、小倉が捕まりました、さあ大森ゆかりが行っております、いやー今顔面に入りましたね、ジャンボールが怒ってます、あーっとしかし強烈なね、お返しを切っております、カウントがあーっとカウント2です、海老名さん、はい、新人の小倉由美選手見てますとね、あざだらけになってますでしょう、体中すごいです ね, ねやはりね、新人の時にはね、ああしても全身あざだらけになる、で、あの半年とか1年やってますとですね、はい、いくらやられてもあざがね、もうできなくなる、で、綺麗な体になっていくんです、あざとかそういうのも伝えれば、でもあの出てきた時ね、髪の毛がみんな綺麗にブローされてるんですけど、もう2本目じゃめちゃくちゃ上がってますね、いくらお化粧したってね、ダメです、はい、もうね、ええですからお化粧しない方がいいんですけどね、しかしやはりあの女の子ですからね、あーまた来ちゃった、また来ちゃった、ちょっと待ってください、トロフィーのところでやってる、ちょうどね、こっち来ますよ、こっち来ますよ、ほらあーほらほらほら、あー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 待てよ、頼むよ、大丈夫、頑張れ、ちょっと待ってください、はいはいはい、大丈夫だった、頑張れ、今度は小倉由美選手に来ました、頑張れ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 、逆襲であります、いけいけ、しかし逃げながらね、大丈夫、マイクロン大丈夫ですか、
ああもうね、いや壊れてしまいました。放送席もめちゃくちゃであります。あのね、首をね、ねえ、いや、はいはい。早く上がって、早く上がらないといけない。早く上がれ。そうそう。ねえ、今あの、はい、カウントがね続いてましたんで、もうね、みどりさんがたまらずに早く上がれ上がれと声援を来ております。さあ小倉優選手のドロップキックですが、これは空振りであります。軽く今キックで反撃されまして、ロープに振られました。さあ大森から行くか、ジャンピングニーパット村本に炸裂であります。高いところに入っております。そして抱え上げました。今度はどこに落とすか、前か後ろか。前に落としました。小倉優美選手、宮本さん、ここまであの試合ぶりご覧になっていかがですか。はい、そうですね、やはりあのこれだけの2人を相手にね、はいはい、体のハンデがあるんですけども、まあ、一生懸命やってるなと、やっぱり、はい、あの非常に試合前はね、スミが初めてだって緊張したんですけどね、はい、そうね、本当にね、試合前控え室の方もね、緊張したようですよ。もうね、肩の角しかなかったそうですよ、言うべか。ね、さあ、おっと、小倉優美、この野郎と負けてはおりません。さあ、コーナーに持ってまいりました。これはいいタイミングであります。今、松本薫選手が出ました。そして、抱え上げて前に落としました。しかし、松本がこうしてみますと、小倉優美と組んでみますとですね、さすがにあの力をつけてますね。そうですね。はい、うまくリードしてますしね。大したもんですよね。さあ、今度は大森ゆかりであります。あーっと、逆襲を振ったロープに振られてバックを取られました。バックか。大森もあの重いのをね、はい、よく回る確率がありますね。やはりあのタイミングがいいんですよね、これ拍手しなきゃダメでしょ、ここで。あの本当にいい時はどんどんやってくださいよ、はい、そうですよ、はい、あの大きな人を、ね、持ち上げたんだから偉い、そうなんですよね。はい、さあ大森ゆかり、今度はジャンボコリでやります。コーナーに持ってまいりました。ここで小倉優美に出番を作ってやりました。ね、お姉さんか、そうなんですよね。やはり新人に出番を作るんですけども、しかし小倉優美が出てまいりますとですね、相手ペアがですね、がぜん反撃に転じます。ご覧の通りであります。まして、ジャンボコリ大森ゆかりは世界チャンピオンシリーズであります。すごい、すごい音だったです今、ね、なんか肋骨にひびが入らないのかな。大変ですよ。岡田優子さんが悲鳴を上げております。そしてまたロープに振られました。あーっとぶつかっていった。お互いに負けません。あーっと今度はね、ジャンボコに倒れました。たまらず、もう一発。あー、今ショートレンジのラリアットですね。すごいですね、この辺は切れ味強いですね。ハイスターの同じラリアートでもね、今あの解説の宮本さんから紹介になりましたが、ショートレンジでね、素晴らしい範囲を決めたラリアート。さあ、ボストンクラブの体制に入れるかどうかであります。ステップオーバーいたしました。いいようですけども、ポジションがどうか。やはり、ロープにね、手がかかりますとダメなんですよね。ロープブレイクです。したがって、ああいった技はね、やはりあのリングの真ん中でやらなくちゃ意味がありません。はい。あーっと、また逆転です。あーっと、何をやってるか、松本。あー、このまま決まりそうだ。カウント2、カウント2。なんとか逃れました。そして今度はどうでしょうか。思い切って叩きつけられました。あ、背骨が痛いな。背骨も痛いしね。あ、痛いですよ。あーっと、これは効いた。ジャンボスープレックス、ね、ジャンボスープレックス。ちょっとあの受け身が取れませんですね。もう限界かな。そして今度はバックフリップ。大技を次々に切っております小倉優美。さあどうやらね、危なくなってまいりました。一本を捉えてましてね、お姉さんはコーナーでね、顔を仕めて見てるだけ。さあ今2段目まで行った。さあこれからどうするか。このまま後ろに持っていきました。これは小倉優美たまりません。さあどうやらフィニッシュの体勢だ。カウント入った、カットに入った。ジャンボ完全に決まりました。ストレート勝ち。やはり小倉優美、松本薫、第1回戦で当たり前に弱かったですね。なんか伸びちゃってる、ね、小倉さん伸びてる、大丈夫かな。もう完全に失神状態であります。あれあの、えらい、なんというか、あそこまでしなくったってホールが取れそうなんだけど、起き上がったら拍手してあげましたね。2段ロープからね、2段ロープからですもんね。すごい大技ですね、はい、2段ロープからも起き上がれ、というのはね、男子だってなかなか大変なんでね。転んだまま行っちゃった、はい、新人の小倉選手としてはちょっとね、受け身が取れませんでした。完全に参っておりまして、担がれてこれから控え室に入ってまいります。みどりさんも拍手でね、激励ということを言ってましたけどもね、はい、控え室に帰っていきます。小倉優美、勝ちました。ジャンボ大森ゆかりに対しまして、フジテレビからですね、
記念品が贈られるところであります。